回やめたらドキドキすることなんかないよマジで。サッカーにドキドキ顔面蹴らせるわけよ。もうえ、だって超面白くないサッカー。 T さんは S 級取りに行かないんですか？行かない、行かない。いや、行ってください。なんか S 級取ってなんかの間違いで J リーグの監督やってなんかペットボトル蹴って退場みたいなめっちゃ見たいわ。で、なんか試合終わった後シュート外したフォワードになんかスーツで革靴でシュートを教えるみたいな。いや、絶対やらない、やらない。なんかストイコビッチみたいな。ストイコビッチみたいなやってほしいな。絶対やら無理無理。S 級はじゃあ取らないんですか？絶対取らん。絶対っていうか別にやれそうだなみたいな感じに思えばやりたいっていうか S 級取りに行くけど。K さんの監督見たいな。見たいな。嫌でしょ。態度超悪いよ。だって。やばい。いや、やばすぎでしょ。やばいやばい。もうなんか試合で腹立つ子だったらなんかベンチ変えてそうっすもん。ベンチっていうかロッカー変えてそう、普通に審判のこと入れて。T さんの監督のミターチ、ミタイとか、ミターチっていう人の方言どこか分からんけど、ミターチってどこっすか？ミターチ、ミターチ。ああ、でもなんか嫌じゃない？いや、面白いかもしんないっすよ。いや、もう怖い。陰で文句とか言ってるじゃん、みんな。いやいやいや、おいおいおい、今チームに所属してないのあんただけやぞ。だってさ、そんなのさ、やる。だってさ、正直だよ、正直さ、あの J の監督やってて監督のこと好きなのって半分ぐらいよ。あー、だって試合出てる11人はまあ使われてるから別に嫌いじゃないじゃん。あとまあメンバー入って入れてくれてるって思ってるやつらがいて、うん、なんでスタメンじゃねえんだって思ってるけど、でもそこまで別に何も言わないじゃん、うんうん、だからその後は外れたやつらがなんだあのクソ監督よとかって言ってるのがまあいたりするわけじゃん、何人か、はい、そうだからってなったらさ、監督やってさ、なんかこう全員に気使ってんの、結局気使っててもやっぱ嫌われるじゃん。そうなるとなんかやりづらいよ、そういうの分かってるから。あごめんなって思いながらもさ、絶対文句言ってんだろうなって思いながら会話しなきゃいけないじゃん、まあね、全員が納得するのはないっすもんね。そう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 、だけどさ、嫌われてるの分かってるのに説明しなかったらもっとさらに嫌われるじゃん。そうっすね、うん、で説明言ってもさ、うるせえ、結局外してんだろお前とかさ。それもうキジさんでしょ、もうそれ。でもキジさんやん、もうそれ。A、ま、僕らの勝手なイメージで A まで行ったら S まで取るんちゃうかっていうイメージがありますけど、ね、確かにそんなイメージあります。あるありますよ。でもキジさんはなんかどっち監督っていうよりかは、俺一回トップチームのコーチとかやってほしい。そのふてなんかちょっと悶々としてる若手とかをうまいことなんか、まあまあまあ確かに、うん、そういうのだって俺が文句言ってた側だからその気持ちは分かるわけじゃん。そう、分かるし、なんかこうちょうどうまいことこう乗せながら監督との間に立ちながらこう、はい、試合にどんどんこうつなげていけそうな感じはあるんですけどね。監督の文句言っちゃいそうですけどね。いや、うん、いやだからでもいやでもそこだけは言わないようには絶対心がけるよ。分かった、お前の言いたいことは分かってるからって全部言う、多分、うん、先に潰す。どの辺面白そうっすよね。いやーね、そういうのマジで難しそうだけどな本当に、うん、うん、まあコーチとかだったら楽だよね、だって責任も負わなくていいしさ。そうっすね、うん、だからっつってでもやりがいはないよね、責任があった方が。だってサッカーやめたらドキドキすることなんかないよマジで。そうマジでもう何にもない、何にもない、何もない刺激が。いや、キーさんはもうサッカーにドキドキしすぎ。え、だって超面白くないサッカー。面白いしけど、サッカーは超面白いです。なんかね、キーさんの場合はずっと同じ子供のままやっとるっていう感じ。あんなになんか
こう腹立つことあって削り回してる40近い人いないもん。敵やったらまだ分かるけど、味方だったら恒大が連勝遅れてきた時、寝坊で。でもその次の試合なんかスタメンっぽいって、遅刻したけどスタメンの方の紅白戦の方出てるって時に、 T さんがサブでその紅白戦始まる前に高台にお前今日削るからなとか言って思っきり削りまくってたの覚えてる。そうおもろかった。それはやばいね。北さんの裏話ないのって来てますよ。キックボクシングやってましたよね。 あれみんな知ってましたね。やってた。俺だって、俺よく顔面蹴らせるわって言われてましたもん。今パワハラ問題あるからやばい。お前さ、マジでいや、ダメですよって言ってやってないです。結局食らってないですけど。やらへんもんな。うん。だからこのセレッソのハーフタイムで髪投げられたのは、上から風がすごい流れてきて、柿谷のサイン欲しかったらこれでもらってきって北さんが渡してくれたんですよ。だけです。俺と高台がセレッソと試合の時に前半陽一郎にすごいゴール決められた後、ハーフタイム戻ったら、お前勝ち谷のケツばっか追いかけてんならサインもらってこいって紙渡された時の話ですよ。これはその後は、じゃあ全然僕はユニフォームもらいますわ、サインいらないんでユニフォームもらいます、ユニフォームもらいました。もらったの？もらったよ。片った部屋に。そうだね。カズキさんが、キリさん恋してますか、そっちのドキドキなやつがキリさん。確かに気になる。それめっちゃ気になる。それ聞きたいわ。なんかキリさん、なんかインスタライブで恋話したんすか。まさか。じゃあなんか山賀の時のやつと、はい、インスタやった時に、はい、めっちゃ突っ込まれたの俺。好きなタイプはとかさ。ああ。細い人でしょ。42でまだ結婚しないんすかとかさ。今何人いる？今はちゃんと一人なんですか？ちゃんと一人ってなんだよ。一人の人に絞ってるのがまたあの大多数。まだ、あんなに二人になったやつ一人に？